で、ここ、小金井市では道路が2本あるんですけど、2本の計画道路があるんですけど、その1本がこの341号線といって、ここをあの連雀通りからこの斜めに竹の道のを突っ切って降りていく東西の道路が1本と、あと南北道はあっちの今から行けますけど、向こうの方に南北をこう、それはもう橋を野川にかけてこう国分寺外線を貫く道路になってます。すいません。こう具体的にはその道路がここできるとしたらどういう感じの道路になるんですか、計画道路は。計画道路、ここはあの設計図出てるね。あのいろいろもうあの内部資料で東京都はもう設計図まで作ってまして、ここは途中まで削ってここからこういう感じになる。斜めに、あの、橋で通って、まだこの辺はすごい上空を橋が通って、橋脚はこの辺に立つと思うんですけど、橋がずっとできるので、空中をずっと車が通るようなイメージですね。そうですね、その橋になるまではこうなんか土手みたいなのが固められた、だからこっちの行き来が全然できなくなるような構造の橋、ここは橋の下になる感じだと思います。そうですね、具体的な着工はまだなされてないわけね、そういう計画だけでね、事業認可もまだ。私前にね、あの小平で水口和江さんなんかに案内して、林があるんですね、非常にね、くぬぎ林があって、はい、それで何年か最初ね、2014年に案内してもらった時は、何もなくて、それこそそこでイベントをやったり、あの子供たちの遊び場があったんですけど、この前行った時はもうなんか杭みたいな鉄骨が打ち込まれてたのね。あ、じゃあもう具体的に着工する、あの寸前みたいにね、もう全部をあの公園として使えないような状況になってたけど、ここはまだそういうのは工事の着工はさせてないってことですかね。そうですね、で優先整備路線に選ばれたのは2016年の3月で、それから、まあ、事業認可までは行って、説明会を何回かやって、で今年は環境調査っていうのをやるっていうふうに東京都は計画してました。ただコロナでその予算とかね、ちゃんと執行するのが適切かどうかっていうのもありますし、ここは一回立ち止まっていただきたいと切に願っています。なんかここね、市議会なんかはもう反対を、市議会は、見直しの決議を何回も出していますし、市長も、ついこの間5月の末に、都知事宛てに見直し、優先整備要望書、アンケート、市民アンケートを取ったんですね。でその中で、計画を知っている人は全体の 56% しかいなかったんですけど、知らなかった人の方が多かった、知らない人は 56% だったんですけど、知っている人はほとんどこの環境が壊されるとか、たくさんお金がかかる、時間もかかるということで懸念を示しているっていうことが市民アンケートで明らかになったんですね。でその結果を市長が都知事宛てにこういう結果が出ました、で一度視察に来てくださいっていうことを申し入れたっていうところです。なので市民も反対の声が多いですし、市議会もそうですし、市長もっていうことで、地元は完全に反対の方が圧倒的に多数っていうのが現状。それはそのこの計画道路の近隣の人だけじゃなくて、他の地域に住んでる人も一緒に反対の。そうですね、そうだと思います、私の声に来る方とかは、広く東京の方たちいっぱい来るんですけど、皆さん公園愛してる方たちは、こんな計画絶対に嫌だっていうふうにおっしゃってる方が圧倒的に多いですね。あ、じゃあもう行ってます、向こうに、ぼちぼち行った方がいいですか。じゃあ歩きながら、ちょっと歩く感じももし撮っていただければ。公園の中って歩いてもいいのかな。こっちに行ったらどう。ちょっと野川が見える方が、カメラを固定させなければ撮ってもいいんですよね。そうなんだ、じゃあ、武蔵野公園って普通の公園と違って、柵とかあんま囲まれてなくて、それ以外は少し離れた方がなんかどろどろ、ここなんか旗
畑借りてたりとか、あんま公園らしくない公園で、なんか私たちも公園っていう意識はあまりなくて、なんていうかみんなの場所っていうか、あの公園に遊びに行くっていう感じではなくて、これはなんかいろいろトマトとかね、はい、あれ作ってるけど、これは借りて作ってるわけ。そうですね、ここはあの学童、ああ南小学校とかに学童、ああ学童の、学童があって、うんうん、あと NPO、あの子ども子育てネットワークとか、ああ子どもユーパークレイパークの人たち、プレイパークをやってる人たちが借りてよかったので、はい、でそこに橋、ここに野川が流れて、野川に行ってみましょうか。時間中どうですか。ちょっと野川をちょこっと見てもらった方がいいかな。そうですね、野川。僕田舎で育ったんで。ここはあの野川が氾濫するときに、あのここで水を溜める、調節地になってます。もう遊び場になってるんだね。今タッパーとかみんなすごい多いですね。今日水、雨がいっぱい降るとここが池みたいになるっていう。あそこに見えるのはクジラ山っていう、こんもりした山があって、あの象徴的な場所で、はい、遊具とかはもうこの辺には全然なくて、本当に昔は自然公園っていう風に呼ばれていたところです。そういうこういうのを作れば予算的にいくらかかるかなんかは東京は特にまあ言ってないのかな。予算は、特に出てない、てか予算をはっきり言わないんですよね、相当な金かかると思うんだよね、で最初に言っちゃうとまた増えたとか言われるのも嫌なんだと思うんですけど、あつまみさん、指示をさすが、やっぱり。あ、ここが、なんか今日はね、川が、水が多いですね。もうあんな風に水遊びして、ジャブジャブと。これ、国分寺の方から流れてくるときは、すごいこうコンクリートでガチガチに3面固めてるんですけど、この辺はあの自然な、あの、風にしてほしいということ、ここも一回コンクリートでガーッと固めたんですけど、それを地元の反対でお母さんたちがすごい東京都に訴えてコンクリートを剥がさせたという伝説があるんです。だから さっき言った波形っていうのはこう川が流れてるんですよ、ちょっと小高くなってますよね、こっちですね、こっちの緑の、こっちも緑の波形、はい、高低差15メートルぐらいなんで、そんなにこうすごい高低差じゃないんですけど、そこもちょっと小高くなってるけど、そういうところは波形、あれがね森、今すごいいっぱい、こっちは波形じゃないわけ、川よりこっちの、北側にこう連なっている崖です、ね、こっちはもうほとんど家が建っちゃってよくわかんないんですけど、ここはあのずっと緑が残されて、カモが飛んで気持ちがいいですね、ね、コロナの間もここがあったので、私たちも気楽にお散歩したり、ずいぶんあの伸び伸びと過ごせました、ここに、ね、道路ができちゃうと、もうここにパーってこうすごい橋梁が立ってしまうので、もう全く景観も変わってしまって、この何もない原っぱを地元の人は愛していて、ここにトイレができるっていう時もみんなで意見言って、トイレは全然違う場所に移動してもらったりして、ちょっとこういう何も人工物がないところっていうのが今すごく貴重なので、地元では 大切にしたいと思っています。はい。これはそういう反対運動を最初いくつ なんか裁判もやってるとこあるで、訴訟はまだやってないわけですね、ま、そういう議会があの決議を挙げて、はい、市長さんも反対はしてるわけですよね、はいはいはい、あでも東京都はずっと丁寧に進めるって言ってるだけ でいくら反対してもパブコメ出してもとにかく丁寧に進めるっていう一点張りなので、相当前の計画だよね。で1962年に東京都は計画決定したって言ってますけど、大臣のハンコもないですし、もちろん地元に説明は一切なく、一方的に決まりましたっていうことで図面が引かれしまったっていう、そういう道路です、そういう計画っていうのは多いですよね、あんまり住民の意見を聞かないままにね、決定してね、そういうのをやる、あ、次は未定地の方に行って、はい、
されたのはここ数年というか、もっとなんかもっと野生味のあるところだ。これ何の木ですか？これ桑の木で、すごいんですよ、実がなって、ね、ものすごい落ちてきて美味しい、うん、桑の実が、桑の実が美味しいんですここだけど、すっごい切られちゃって去年、うん、バサッとちっちゃくなっちゃった。桑の木っていうのはね、畑小さいのかと思うとこんなに大きくなるんだね。そう、こんなすごいですよね、うん、山具はこれ一番大きいと思います。もうすっごいんですよ、もうここがガーッて桑の実になって、そんで子供たちが拾って食べるっていう、うん、口をこう真っ赤にして僕も小さい時開拓で、色がすごい、まあ、大分の国崎半島は山の中だったからね、うん、まあ、食べられる実とかね、秋はアケビとかね、うん、そういうのいっぱい取れたり、ね、そういう楽しみが、ね、あるんですよ、ここは。クワの実取ったり、あと、イチョウもあるから、銀杏取ったりとか、ザリガニとかいろんなのも取れるし、子供たちにとっては子供にとっては天国だよね。そうなんですよ、本当に。すいません。本当はゲームなんかやるよりもね、こういうところでやってますね。やっぱ環境が面白いところたくさん、うん。そうですね、貴重ですよ、本当に。公園でもなく。川と原っぱがあって、こっちが見えて、でかい木だね。これもすごいですよね。公園の中の木っていうのは伸び伸びしててね。これ何の木だ？これなんだっけ？カシの木。どっちの？カシの木。コナラ。あ、コナラだった。すいません。私誘致なんですけど、でも東京都の計画では公園誘致として、うん、勝手にまたそこも指定されちゃってるんで、相続とかの時に東京都に行ったりとかして、うん、まあ、東京都は公園としても進めているし、その中に道路も作ろうとしてるっていう非常に矛盾したこの国分寺街線の景観を、うん、闇ぐるを守るっていうのは東京都も言ってはいるんですよ、うん、自然は大切だって、うん、だけどそれと道路を作ることが東京都の中では矛盾してないっていう主張で、私たちは納得できない。今のね、60年前どうかわからないけど、今の時代だからね、もっと住民の意見をね、きちっと耳傾けるべきですよね。でも聞いてますっていうか、うん、その聞くふりっていうのはすごいちゃんとしてて、方針は変えないんだ。聞きます、聞きますと。うん、でも、まあ、結論ありきというか、うん、まあ、道路を作る上でどういうところに気をつけたらいいですか、うん、どうやったら私たち自然を守れますかみたいな感じで、東京都は聞いてきて、で私たちは、そもそも道路必要なのかっていうことを言って、全然こう噛み合わないっていう状態になって。アジサイも綺麗ですね。あ、そうですね、今すごい東京都の方から東京都の方から説明会とかっていうのがあって、あ、説明会は何回もやってます。はい、課長さん、こんにちは。あ、はい、そうです。法的カジノ問題のレポートを、はい、太田さんのレポートを、はい、志村さん経由で送っておきましたので、はい、読んでおいてください。はい、わかりました。はい、今日はこの、都市計画道路の問題で、ちょっとこの辺の計画のことについて、ちょっと案内してもらいます。そもそもそれが合法的にできてないという議論なので。そうですね。昔の、ね、計画でね、今の住民っていうのはちゃんと、それ説明をされてないですからね。そうですね。で、41年決定が正式な決定だって言ってるんだけど、41年決定の大臣の決定書もないんですね。うん、ですから合法的にできていないという問題があります。
そういうところが実は都内にあちこちで200箇所もありますよね。ありまして、それが全部非合法なんですね、うんうんうん。だから当然今の住民からすればね、そういうのは聞いたことないし、はい、問題だということでね。ちょっと待ってね。はい。じゃあ。ありがとうございます。どうも。お願いします。そういう道路っていうのはこうやっぱり都知事の立場にの方なら止めることができるんでしょうか。それは都の計画だからね。はい。うん、それから住民の意見を聞いて、東京都のトップが判断すれば、中断とかそういう見直しができるんじゃないかと思いますよね。本当にそういう決断をしていただきたいです。うんうん、なんか東京以外のところでは、うん、結構都市古い都市計画道路廃止になってるんですよね。うんうんうん、東京だけがもうほぼゼロなので。うんうんうん、自転車通ります。うん、はい。もう行ってくれていいですよ。あ、わかりました。応援に来てくれた。はい、ありがとう。応援に行きました。はい、握手してもらえば。マスクじゃなくて、マスクこの地域 の、 人ですか、この近くに住んでるの、小金井市。あ、小金井市で、久しぶり小金井から。今のここでね、道路が作る計画があるということで、それで小金井市の人はこういう緑を自然環境を守りたいのでね、反対してるという話をできてると。私も田舎で育ったんでね、こういう緑を見るとホッとしてね、うん、もう選挙のこと忘れちゃってる。でっかい桑の木があってね、うん、素晴らしいとこですね。こういう環境を、ま、ね、守れたらいいですね、はい、うん、お話ししてね、じゃあ内並さん、うん、将来のあなた方は主人公ですからね。じゃあすいません、はい、どうもありがとうございました。はい、どうぞこちらから乗ってください。すごい、ごめんなさい、自転車取れます。こちらの方のですね、3411号線点ですかね、はい、その計画道路が通るところに住んでおられる、はい、方にちょっとお話を伺いたいんですけど、大体どういう感じで道路ができるんですか。道路は向こうの下の方からこうまっすぐ降りてきて、うん、位置にすっぽりかかる感じで、うん、で橋脚にするっていうふうに東京都は言ってますので、うん、その上をこう橋脚がずっと通っていく、うん、でこう柱が何本という、住まいはどうなるんですか。うん、取り壊しの、あ、取り壊しの、まあ、立ち退きがもう、うわ、もうそれが前提の計画ということで、そうですね、うん、結構もうここには6年ぐらい前から住んでいるんですけども、しばらくしてその都市計画の第4次に、なったっていう、うん、で引っ越した時はそういう計画は全く、まあ、そうですね、表面化しなくて、はい、購入する時に不動産業者さんから、こういう計画があるところだよっていうふうなお話はもちろん聞きましたけどね、うん、50年以上前の計画なので、うん、いや、できないですよ、うん、っていうふうな、あ、不動産屋さんも、うん、はい、それで環境もいいところで、こんな素晴らしいところに住めて、とても幸運だと思って、転居してきたんですけど、で、落ち着いてしばらくしたら、その計画が浮上してきました、どうしたらいいんだろうっていうのは、ちょっと、目の前が真っ暗なような状態だったんですけれども、いろいろ、ね、この計画はどうなんだっていうことで、あちらの住宅街の方からずっと来るんですけれども、そちらも既存の道路が全くないところですから、たくさんの人が、家がもう立ち退き取り壊しになるんですね、ということもありますし、あとこちら公園の中を作って向こうの道路までつながるっていうことなんですけれども、
やっぱりこう木もたくさん切られると思いますし、野球場にもかかりますし、でということでこう、ね、あのどうしてこんなことに、っていうふうになって、いろいろ皆さんと、あの勉強したり調べたりお話聞いたりしたんですけれども、あ、そうですこんにちは、すいません、お探ししてます。今あの話を聞かせてもらってます。じゃあそうするとそこに見えてる家だけじゃなくて、その向こうにも住宅があって、向こうずっと住宅です。そうそう、その人たちも全部影響を受けるっていう、はい、全部あの立ち退きしなければどうもできないっていうことですよね、うんうん、全く道のないところに作るっていうことになってます、うん、でそういう人たちはまあ反対をされてる方が多いということですね。いや、もう大影響を受けちゃいますね。そうですね。ね、あれで。この公園もやっぱりあの特にコロナのことになってから、うん、その毎日皆さん運動にあの来られるし、お子さんたちも遊びに来てますし、なるほど、とっても貴重な場所だと思うんですよ。そうですね。そこにこうあの道路を通るっていうことは、うん、やっぱり。かなり木も切られますし、影響もあると思いますし、そちら の, あの今、田んぼが見えるんですけれども、そこをいつも、何でしたっけ、野川の、はい、野川自然再生事業って言って、東京都の事業で田んぼをやったりとか、この辺にあの農のあるあの風景ということで、こうあのいろんな事業を。東京都がというか、東京都は何をしたいかという感じの計画です。やっぱりこう環境っていうのが、その道路を作るっていうことも、だいぶこう下の方にこう見られているっていうことは、やっぱりそれはもうこれからの時代にはちょっとこう遅れている、あまりにも遅れているんじゃないかっていう気がしますし、ね、木を切るっていうことに関しても、なんて言うんでしょう、あの道路を作るんだから、いくらでも切っていいみたいな、そういう交換感じがしてですね、これだけの木になるのはね、もう何十年もかかりますからね、そういう、こう配慮がないっていうことはすごく感じますね。一斉にね、いろんなところでこういう計画がね、進められようとして、まあ、あの先ほどちょっとお話したんですけど、私小平のね、はい、公園であれ、どんぐり林、どんぐり林で子どもの遊び場になってまして、そこでなんかねイベントをあのやるところってことで案内してもらって、前に行った時は何もなかったんですけど、あそこは最近行ったらもう鉄骨っていうか、それがパイプ柵ができちゃって入れなくなってたのね。だからあのもう具体的な計画が着手されようとしてるんですね。ただ今日ずっとお話聞いたら、まだここはそういう柵、あの鉄骨を打ち込むとかね、パイプを打ち込まない、出てないのね、はい、まあ、それとはまあ市議会なんかも反対意見出してるということで、ね、そういう声を、まあ、事実は無視できないのかなと思うんですけどね、でも本当はもっとちゃんと住民の意見を聞いてですね、尊重すべきだと思いますよね。パブリックコメントも、この道路計画に対して反対というふうにすごくたくさん出たんですけど、それもあの反映はしませんということを担当の方が説明会の時にはっきりとおっしゃったんですよ。とりあえず聞くだけっていうことに関しては、聞いたふりというんでしょうか、あの住民の声を聞くっていうことがちゃんとできていないなっていうふうに感じます。まあ、私はこれは非常に重要な問題だと思って、まあ、道路計画ね、まあ、外環道の問題もあるんですけど、都市計画、道路、これは優先道路ですかね、そういうものを一回やっぱりちゃんと住民の声にね耳を傾けて見直すべきだと。でそういうのをかなり予算としてはですね、巨額な予算を使うことになるんですね。外環道なんかは完成まで 3.2 兆円ぐらいでね、これはなんか党だけじゃなくて国も負担するんですけど、1メーター作るのに1億円くらいかかるらしいんですね、まあ、そのくらいのお金があればね、もっとコロナ対策とか ね、そういう、住民の福祉とかね、そういうところに回すべきだと思ってるんですけど、まあ、もう60年70年前の計画がね、
亡霊みたいなものが復活して、うん、そうですしかも今の住民の方に十分納得されてないところが多いのでね、やっぱり民主主義という観点とか住民自治という観点からね、非常に問題だと思いますね。あの4年前の都知事選の時に、うん、あの質問状をあの、うん、候補者の方に出して、うんうん、あの小池さんからはあの、うん、地域住民の声を聞きますと、うん、あの必要ではない、うん、と判断した場合は、うん、見直しますっていうふうに力強い回答を実はいただいておりまして、うん、この、 あの小金井の道路に関してそういうふうに、うん、あの回答をいただいてきましたが、うん、4年経っても、うん、一度も、はいはい、訪れる気配もありません、はい、ちょっと地元としては問題ですね、はい、なんかリップサービス、そうなんです、ね、選挙の時の宇都宮さんはそんなことないと思いますが、うん、はい、いやこれは非常にあの今日現地に来てよかったです。ああ、よかった。前の小平の方はね、はい、何回か2、3回行ったんですけど、あそんなにこちらは初めてで、はい、ただこちらのあれでね、神門明子さんが都議会議員に出るときに、はい、この問題盛んにね、はい、あの駅前の、 あの演説会で訴えられた、はい、しかもハケっていうのはあんまり、あんまり聞かない、僕はあの生まれが愛媛県で育ったのは九州だけど、ハケっていう言葉をね、あんまりあの聞かなかったんで、なんだろうという関心があったんです。そうですか。今日現地に来て非常によく分かりました。はい、ありがとうございました。わざわざ来ていただいて、ちょっと握手はできないんです、はい、じゃあもう これでもう一回前だ、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあこの場にちょっと集まれる人集まって、はい、それを持っていただいて、宇都宮さんと囲むような感じで、うん、どうぞどうぞ、子供たちもよかったら、子供たちも顔出しよかったら前に、うん、あんまりね、その先輩から言われてるんです、密はダメよ、いいの、でもこんなに下がれないからっていうか、結構広がるよね、そこまで入ってくれます。じゃあ、まあそうですね、どうぞどうぞ入ってください。あ、ちょっとこれを皆さん、うん、まあでも外ですし、いいです、少し寄り気味でも大丈夫です。そうですね、はい。換気はいいですもんね。はい、じゃ あの子供たち、お子さんたちも入ってください。あ、どうしましょうね。あの後ろの方がちょっとこうなってるから、逆に座っていただいた方がいいですかね。座った方がいいですかね。あ、それでいいじゃん。うん、おお、いいじゃん。ちょっと座りました。いいですか。さんたちはじゃあ前にちょっと、あ、そうか。前にしゃがめないで。座ってもらっちゃっていいかな。水が、座っちゃいけなかった。あら。すごい、誰の？木村さん、タオル持ってます。タオル。ちょっと、ベンチが濡れてた。はい、用意しました。すいませんでした。前がいい？ちょっと。お子さん二人前がいい？いい？あ、マスクのままがいいですよね。マスク外しちゃいけないんですよ、ね、もうちょっと持ってやってもらっていいかな。宇都宮さん、マスク付きですか、取った方がいい？じゃあね、2バージョン取りましょう、はい、少し時間かけましょう、はい、あんまり急がずに、はいはい、すいません、はい、お願いします。はい、行きます。じゃあ、元気出してマスクも取ってみ、はい、ちょっと待って、なんか違う。はい、じゃあマスク、取っていただきます。小山くんも入りないよ、うん、じゃあ息を止めるふりをしてください。お親しみみたいので、ここは、はい、あ、取られなくて大丈夫ですか、後ろの方、大丈夫ですか、はい、いいです、はい、はい、取ってもらって大丈夫ですか、はい、頑張ろう、おう、はい、おう、はい、皆さん止めるぞ、取ってください。の以外では見ますと、改めて今の社会が取り直されてるんじゃないかと思っております。経済効率性よりももっともっと都民一人一人の命や暮らし、人々の人権が重視される社会を確立しなければならないと思っております。そして自己責任が強調される社会よりももっと社会的全体が重視される社会に転換していかなければならないと
考えております。そういう新しい都政を作るために、また東京都から本当に貧困や格差をなくすために3度目の挑戦をさせていただきました。そういう都政は皆さんと力を合わせれば必ず確立できると考えております。そして都政を変えることは日本の政治を変えることに必ずつながっていく、そういうふうに確信しております。一人一人の都民の皆さんと手を携えて新しい都政を作り上げる、そして都政を都民の手に取り戻すために頑張ってまいりたいと思っております。一緒に力を合わせて新しいみんなが希望の持てる、そういう都政を確立しましょう。よろしくお願いします。ぜひ皆さん、宇都宮健二さんと一緒に都政を私たちの手に取り戻してまいりましょう。この小金市では宇都宮健二さんを応援している市議会議員がおります。今日もこの場に集まってくださっておりますので、お名前だけ紹介をさせていただきます。立憲民主党の鈴木茂雄さん、立憲民主党の石田正義さん、はい、そして共産党の水上博史さん、共産党の加藤久志さん、あとこの場には来ておられないかな、共産党の北倉慎也さん、他にもですね、ちょっと今日お名前を紹介できないんですけれども、市議会で宇都宮さん、健二さん頑張れと言ってくださっている方もいます。今申し遅れました。私も市議会議員をしております酒井恵子と申します。今日はよろしくお願いいたします。さて、今日は国会からも宇都宮健二さん頑張れということで駆けつけてくださいました。先にお名前だけお二人紹介させていただきます。衆議院議員、日本共産党の笠井明さん、どうも。そして地元衆議院議員の菅直人さんです。ということで、まずはですね、共産党の笠井明さんから宇都宮さん、健二さん頑張れということでメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。小金井市民の皆さん、こんにちは。日本共産党衆議院議員、比例東京ブロック選出で隣の三鷹に住んでおります笠井明でございます。私、宇都宮健二さんとは20年代余りのお付き合いをさせていただいておりますが、先ほどお話がありました、闇金、サラ金、金融被害に対して年玉売れとか人頭売れとかとんでもない話に対して正面から立ち向かって法規制をしよう、私の国会でたくさんのことを学びました。そしてリーマンショックの時、あの派遣切りということで大変なことでたくさんの皆さんが住むとこもなくなった、日比谷公園で大晦日、忘れもしません、年越し派遣村の名誉村長として宇都宮さん先頭立って頑張ってこられました。いつも人権を大事にして弱い立場にしっかり立って頑張り抜く素晴らしい方だと私本当に思っております。今コロナで命と政治が直結している生存権がかかった選挙になっています。そして鶴瓶さんはこの中で政府に対して国民のうめき声を聞けとはっきりずばっとおっしゃいました。街を歩いて立って助けてくださいと飲食店の方が声かけてくるような、そんな今の状況です。今宇都宮県東京の仕事じゃないっていうんですよね、あの方は。そんなんじゃダメだと思います。
と思います。さて皆さん、やはり約束守るのは本当の土地です。あの方は守ってこなかった。お金でも都市計画道路竹を壊して自然壊すということをやろうとしたときに、見に来ますと言っていたのに未だ言ってない、こういう方栃木には最も親しくないんじゃないでしょうか。皆さん、本当に嘘も偽りもない公正な社会を作っていく、今今度の選挙で問われていると思うんです。正直公正、元日弁会長宇都宮健さん、みんなの力です。押し上げて新しい都政を作る。そしてこの東京からやはり日本も変えていこうではありませんか。と一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。皆さん、地元衆議院議員の私、菅直人です。宇都宮健二さん、私も以前から存じ上げてはいたんですけれども、今回立候補されるにあたって改めて宇都宮さんの本やいろいろな、かつて NHK が放送したテレビなどを見ました。いや、本当にびっくりしました。東大で現役時代に司法試験を通って、もうバリバリのですね、弁護士に当然なっておられたんだろうと思ったら、なんと磯弁をして、あんたは出来が悪いからやめなさいって言って辞めさせたって言うんですよ。そして弁護士会に行って、何か仕事がありませんかって言ったら、弁護士がみんな嫌がる仕事があるけれども、それでよかったら紹介します、それがあの多重債務の宇都宮さんが取り組む最初のきっかけだというじゃないですか。オウム真理教でも、オウムが持っている資産をですね、被害者のために使う、なかなか簡単なことじゃありません。そういう普通で言えばあまりお金にならないけども、本当に困っている人の立場に立って活動をこれまでし続けてきたのが、この宇都宮健二さんだと思いますが、皆さんいかがですか。いろいろ都知事選は有名な方が出ます。私はかつて三上さんと石原さんがやった選挙も、市川宇佐さんの関係で、お手伝いをいたしました。まあ、大変な選挙でしたけども、その時はこの三上さんが勝ったんですよね。今回も相手にとって一つもない人がたくさん出てますが、私はこの小金井の、この三玉の、この東京のまさに本物を見極める有権者の多いこの地域で、必ずや最後は宇都宮健二さんが勝利すると、そう思いますが、皆さんいかがですか。特にコロナの状況というのは、本当に厳しい立場にある人こそますます厳しくなっている。確かにいろいろな手当てをしております。しかし、そういう立場の中で活動をし続けてきたのは、私は宇都宮さんを除いてはありえない。そういった意味でも、私たち立憲民主党もですね、昨日は枝野幸男代表、なかなかいい挨拶しましたよね。日本弁護士会というのはうるさかったの集まりなんですよ。それは枝野さんやそういう皆さんもいるけども、自民党の法務大臣も日本弁護士会の会員なんですよ。しかし、そういうややこしい会をですね、しっかりとまとめてリーダーシップをきちんと取れたのも、この宇都宮健二さん、ただただ地味で真面目でというだけではなくて、リーダーシップを取るときにはしっかりとリーダーシップが取れること、その実績が示しているじゃないですか。唯一心配があるとしたら、ご本人が真面目すぎてちょっぴり地味なところですよね。どうかその部分を応援団の私たちが、皆さんが宇都宮
ているのは本当に本物中の本物だ。そしてヤクザにも負けない、変な宗教団体にも負けない、そういう活動を一貫して取り続けている人は、都知事になれば必ずや一番厳しい人たちの立場に立ってやるべきことを必ずやってくれる、そういう人物であることを私たちが一人一人が候補者になったつもりで、壊れる皆さんに、三玉の皆さんに訴えようではありませんか。すいません、ちょっと勢い込んでやって、どうかそういったことでですね、この選挙戦まだまだ始まったばかりです。最初が良くてもだんだん落ちる講師もあります。最初はなかなか大変かなと思っても、最後のところで超えていくことはこの都市選というのはよくあるんです。どうかそのエネルギーをこの三党からどうにこの小金井は多様な市民運動の皆さんが頑張ってくださってます。その力を持って宇都宮健二さんを当選させよう。そのことを最後にもう一度申し上げて、私菅直人からの訴えとさせていただきます。頑張るでしょう、頑張るでしょう。それでは市民スピーチということで、小金井府県サポーターズから小宮浩さんにスピーチをお願いします。小宮さん、よろしくお願いします。はい、私たちは小金井の市民で、宇都宮さんを都知事に押し上げようという活動をしています小金井府県サポーターズです。皆さんいらっしゃってる方は詳しい宇都宮さんの詳しいことをご存知かもしれませんが、少し宇都宮さんの紹介をさせてください。宇都宮さんは愛媛県の飯能飯能町村の育ちで、そこから苦学の末に東京大学に入学されました。しかし家庭の都合等もあり中退され弁護士になられましたということです。今宇都宮さんが東京大学に通っていた頃から個別大学の学費は15倍も上がっています。そこの農工大学も向こうにある学系大学も当時の学費の15倍です。今や今の時代に第2、第3の宇都宮県知事が生まれることはとても難しくなっています。人生に山や谷はあります。しかしどこの家で生まれるのか、どういう環境の家に生まれるかによって谷の深さや山の高さが違ってしまって良いのでしょうか。学習する権利、その後の進路を進む権利、それが生まれによって決まって良いのでしょうか。宇都宮健二さんは一番厳しい人たちのために戦ってきました。今回の選挙、宇都宮健二さんは教育問題で抱えています。小学校の中学校の給食の無償化、高校私学の高校の無償化の拡大、そして大学の初級型奨学金の創設、どのような家に生まれてもどのような環境で育っても学ぶ権利とその後に進む権利平等であるはずです。この権利を一緒に勝ち取っていきましょう。宇都宮健二さんは選挙は運動である、政治運動であるとおっしゃいました。この運動に皆さん一緒に加わっていきましょうではありませんか。行きましょう。一番簡単な方法があります。この間から公示からキスマイ東京が始まりました。その向こうには小金井市役所の第一庁舎、ここでキスマイ東京をやっています。そこで投票用紙に宇都宮健二5文字で5文字が
今
田さんが紹介ありました通り、今日この集会の前にですね、竹と野川を、案内してもらいました。この問題は神戸明子さんが都議選に出るときに、しっかりと訴えてたんで、そういう問題が小金井にはあるんだなということは知ってました。ただ現地に行かないとですね、どういう問題なのか、どういうところなのか分かりませんので、今日は案内してもらいました。本当に緑豊かで自然豊かなところだと思います。そしてそこで反対運動をやられている方にいろいろと話を聞かせていただきました。そういう自然、豊かな緑を分断するようなですね、都市計画道路、これは60年前に決定したことのようです。その60年前に決めたことをですね、現在多くの住民が反対しているのにそれを押し通そうとしている、これは民主主義や住民自治の観点からは許されないことだと思います。今日はですね、いろいろその、公園の中で、子どもたちがサッカーをやったり野球をやったりしてました。そして、大変大きな桑の木がありましたね。実は私は生まれが愛媛県で、愛媛県の漁村で生まれて、途中からですね、大分県の国崎半島の山奥に両親が開拓農家として入植したんですけど、周りは緑なんですね、緑とか海、そういうところに行くとですね、ほっとします。東京は都心に江東区に住んでるので大変息が詰まるんですけど、公園の行って緑も見るとほっとするんですけど、大変今日は竹と野が、ですね、都市計画道路が計画されているところのに、案内していただいて、素晴らしい、自然環境だなと、ここに住んでる人は大変幸せだなと思ったんですけど、どうもその計画道が作られると、そこに住んでる人の住居が全部撤去されてしまう。せっかく素晴らしいところだと移り住んできたのに、それがそうなくなってしまうということを地元の住民の方から伝えて、お話を聞かせていただきました。そして、小金井の市議会もみんなこれに反対していると、住民の多くも反対しているということなんで、60年前に決めたことをですね、現在の住民の方が反対している、そうであれば住民の意見を聞いて見直すべきじゃないかと私は思っています。まあ、これは民主主義の観点、住民自治の観点から当たり前だと思うんですけど、改めて、現地を見まして、こういう自然は守っていかなきゃいけないなと、子どもさんがですね、お二人ついてこられまして、なんか学校の給食は非常においしい八ヶ岳の牛乳を、給食で、食べているということで、その牛乳を飲ませてもらいました。大変美味しい牛乳でですね、そういう子どもたちの将来のためにもですね、自然環境は、守らなきゃいけない。一回破壊したらですね、元に戻すの大変ですね。で、実は私はこのお隣にある小平の方でもですね、やはり都市計画道路の問題がありまして、小平には陶器林があるんですね、公園になってて、子どもたちの遊び場でいろんなイベントが、行われている。で、そこの雑木林を突っ切って道路が作られようとしています。で、2012年と14年の都知事選に出た時も現地を視察させていただきまして、その時はまだ手がつけられてなかったんですけど、比較的最近行ったら雑木林が分断されて鉄パイプが打ち込まれて、もうその中は子どもたちが遊べないようになってるんですね。こういう自然環境豊かなところをですね、真っ二つに分断するような計画、しかも地域の住民が反対運動を、大変、続けておられるのにね、それを無視して進めるというのは、これは非常に問題ではないかと、思っております。で、小平ではそのために住民投票も行われたようですね。で、道路計画は一つやって、外環道や都市計画道路、あと優先整備路線様々あるんですけど、大変なお金がかかります。外環道は
全部完遂するのに 3.2 兆円のお金がかかるようですね。でこのお金っていうのは国も負担するんですけど、1メーターの道路をですね作るために1億円ぐらいかかるということですので、本当に今の東京都が抱えている様々な問題、その道路整備を最優先にやるべきかどうか、特に取り直すべきだと思います。コロナ災害の中で都は休業要請に応じた事業者に対して協力金を払ってますけど、財政調整基金というのが9000億円ぐらいあったんですけど、もうあと400億円しかなくなっているようですね。だからこれからの、コロナ災害第2波第3波の予測されますけど、そういう時の、資金、病院を整備する、あるいは自粛とか休業がまた必要であれば、そのための、補償を徹底するという資金をですね、捻出しないと、都民一人一人の雇用を守れない、住まいを守れない、営業を守れない、こういうことが起こります。で、そのための最優先な資金のためにですね、私は基本的には住民が反対をしている道路計画は、一旦見直すべきじゃないかというふうに考えております。私は5月の27日にたった一人で都庁で記者会見をして、出馬の記者会見をやりました。でその時の、重要な緊急の3課題、重要な8課題を、政策課題発表したんですけど、その前に今回の都知事選というのは、先ほどお話しましたように、都民一人一人の命や暮らしがかかった選挙なんだと、生存権がかかった選挙だということを強調してまいりました。この出馬会見にあたっては、一切の政党ともですね、事前の協議、話は一切していません。だけどこの状況下でですね、本当に都民の命や暮らしを守るような都政が求められているんだということを痛切に感じたから立候補したわけです。事前にですね、コロナの関係でですね、ネットカフェで寝泊まりをしている人が4000人ぐらいいたんですけど、ネットカフェが休業要請をされましたので、都は、そのうちの何百人かビジネスホテルに泊めましたけど、多くの人が野宿せざるを得なくなっているんですね。そして、非正規労働者は仕事を失って、派遣村と同じような状態が起こっている。それから、事業者も大変ですね。事業を廃業せざるを得ない。で一番私は心を痛めたのは、4月の末にですね、練馬区のとんかつ屋さんで火災が起こりました。でその火災が起こった時の検証をした警察が、その経営者が亡くなっているわけです。遺体を検証したら、とんかつ湯を頭からかぶった形跡があるということなんですね。だからその、遺体の検証から、自分で火をつけて焼身自殺を図ったんじゃないかというふうに言われております。つまり感染症、コロナ感染症でかかって亡くなられた方が東京都では300人以上いるんですけど、片方で経済的に追い詰められて自ら命を絶つような人も出てきてるんですね。でそういうような、人々、都民の命を守るということが今回の選挙の一つの大きな争点になってるんじゃないかと。でこれはやっぱり立たなきゃいけないということで立候補させていただきました。ところがその後ですね、立憲民主党、日本共産党、社民党、新社会党、緑の党の党から支援の決定をいただきました。大変ありがたく心強く、思いました。実は今日こちらに、先ほどの、ハゲとノガの現地調査の前にですね、四谷三丁目にある選挙事務所に立憲民主党の、枝野さん、それから日本共産党の志位さん、それから社民党の、福島さん、それから、緑の党の神戸さん、それからなんとですね、小沢一郎さんが来ていただいたんですね。私2回2012年と14年の選挙戦を戦ってますけど、その時と比較したら大変運動の幅が広がって
って支援の輪が広がっているなと感じております。さらに、そういう政党だけではなくて市民団体や労働団体、さまざまな支援決定、推薦決定をいただきまして、出動決議した時はたった一人でしたけど、あっという間に支援の輪が広がっていってる、そういうことで私自身も大変ありがたく心強く感じてますけど、私の選対というのは市民選対で、はっきり言えば弱小選対です。だけど本当に多くの政党の支援があり、市民団体、労働団体の応援があり、選対のみんなは大変喜んでおります。まあこういう状況下で選挙が戦えるっていうのは3回の選挙戦の中で一番今戦える、そういう体制が今作れてるなというふうに思っております。それから緊急な政策課題は先ほど笠井さんが話されたようなコロナの対策をちゃんと、対応する、第2や第3波の対応するための医療体制を充実することと、それから、もしですね自粛休業要請するならば補償要請が補償をきちっと徹底することが重要かと思っております。で小池さんはですね3月の24日にオリンピック延期が決まるまではほとんどコロナ対策は何もやってなかったんですね。ところが3月24日に延期になった途端に25日ですね、感染爆発重大局面、ロックダウン、オーバーシュート、こういう建設となるような言葉を使い出してですね、コロナ対策をそれから東京アラートというのをですね、東京都赤く染めたり、したんですけど、あのアラートの基準っていうのは非常に不明確ですよね。解除した翌日に出馬表明したようですけど、なんとなく個人的な都合でアラートを解除したようです。アラートを解除した方が感染者の数が増えてるんですね。それで実は本当に感染症対策をするのであれば、私はもっと東京都は公衆衛生の拠点である保健所をですねがっちり維持して強化しなきゃいけなかったと思います。今回の PCR 検査っていうのは保健所を通じて帰国者外来や接触外来につながって検査を受ける体制でしたので、保健所がパンク状態になったんですね。なぜかというと東京都は一時最大時71箇所の保健所があったんです。今31箇所になってます。23区は一番多い時は53箇所保健所があったんですけど、今は23箇所なんですね。半分以上減らされちゃってる。だから保健所は数が足りない、人員も足りない中で大変な状態に陥って、 PCR 検査も広がらなかったんですね。当初 37.5 度は4日続けばやっと検査が受けられるかどうかなんていう基準がありましたよね。だから心配した人が検査を受けさせてもらいたいと思ってもなかなか受けさせてもらえない。その中で亡くなられた方も多かったんじゃないかと思うんですね。人の命を何だと思ってるなってことですよね。それから都立病院、公社病院、これを独立行政を法人化する方針を小池さんは進めてるんです。昨年12月の都議会で突然ですね、都立病院、公社病院の、独立行政法人化を言い出したんです。独立行政法人化というのはあんまり聞き慣れない言葉だと思いますけど、他のですね、公立病院で独立行政法人化したところを調べてみると、働いてる人の労働者の賃金が下がる、患者の負担は増える、つまり経済合理性、経済効率を考えた独立行政法人化ですから、私は民営化につながるもんじゃないかと思ってます。ところで都内の感染患者、コロナ感染患者の7割はですね、都立病院、公社病院が受け入れてます。民間病院がコロナ感染患者を受け入れると一般の外来のお客さんが少なくなってですね、病院経営が赤字になって病院が維持できなくなってます。つまり本当に病院の経営等を考えなくてもですね、
をしっかりと受け入れて治療していく、そういう体制を作るためには都立病院、公社病院を独立行政法人化するんじゃなくて、むしろ今まで以上に体制を強化しなきゃいけないんですね。で、こういう保険証を減らす都立病院とかそういうのを民営化の方向に持っていくことをやりながら、私は一生懸命感染対策をやってるっていうのは全くのパフォーマンスだけでですね、ごまかしなんですね。そんなことじゃ都民の命は守れないですよ。それで私はですね、じゃあこういう東京都政、小池さんは毎日テレビに出てます、圧倒的に強いと、だというふうに聞いてます。だからまあ私たちは、まあ、ありがとうに挑むような戦いを今やってるのかなと思ってます。ただ私はですね、私たち一人一人の都民や市民は魅力であるけどですね、無力じゃないと思ってるんですね。無力は何本集まってもね、ゼロなんですよ。魅力は集まれば集まるほど大きな力になって、社会を変える、都政を変える力になってきます。で、それを一番感じたのは今回の国会で、ある一人の女性がハッシュタグで検察庁改正法改正に抗議します、こういうツイッターを一人の人が放ったら、次から次へと同じようなツイートが出てきて1000万人のツイートになって、その結果どうなったかというと、安倍政権は検察庁法改正案の強行成立を断念して、最後は廃案にしましたよね。つまり一人の力は小さいけど、1000万人の力が集まればですね、政権の政策を変更させることができるということを、ハッシュタグ、まあツイッターでも言われてるようですけど、示したんじゃないかと思います。我々の運動もそうだと思います。一人一人は魅力ですけどね、もっともっと、支援の輪を広げていく。そして特に私は強調しているのは、今回コロナ災害で仕事を失ったり、住まいを失ったり、営業が困難になったり、そして生活や命が脅かされているのは、今久石さん、菅さん、立憲民主党と日本共産党の民間ですけど、野党を支持する都民だけじゃないってことですね。自民党や公明党を支持する都民や市民も同じように傷ついて心を痛めてます。で、私たちの運動はそういう人々にも届くような運動をしなきゃいけないと思ってます。そういう保守や中道の人にも一緒にやろう、都政を変えようと、そういう運動を私たちがやりきればですね、そこに都知事選の勝機、勝利の目が出てくるんじゃないかと、思っております。そういう心構えで、野党の、支援を受けたことを追い風にしてですね、市民の皆さんと力を合わせてこの都政を変えていく、そういう、選挙戦を戦い抜きたいと思っておりますので、ぜひご支援をよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。一人一人の力を積み重ねて都政を変えていこう。宇都宮さんのお二人